ごきげんよう、タコ、ボンドです。さて、今回やるゲームは、フルーツクリニック。まあ、なんか、このフルーツがね、怪我しちゃったから、お医者さんとして治すというね。いや、発想が面白いね、ゲームをやっていこうと思います。それじゃあ、手術を始めよう。リンゴかな？なんか顔がついてんだけど。すごい苦しそうな顔だな。おお、なんかできた。塞いだのか、そこを。なるほど。下から上にやる感じだったんだね。なんだ？さあ、一応広告が出ないように機内モードにしてきました。それから、これは？あ、お金を使って、あ、家具を増やしたり、カスタマイズできるのね、部屋を。さあ、続いて、バナナ。やっていきましょうか。バナナの手術を始めましょう。なになにこれ？刺さってるよ、何か。取ってあげましょうか。なんだこれ。え？芋虫か？取れたよ。ほら。これが刺さってたよ。あ、喜んでくれたようだ。いやー、フルーツを治すってこんな感じなんだね。いやー、後々食べるのに治す必要あるのか？あれ？機内モードにしたはずなのに。まあ、多分ね、広告がもう出ないと思います。さて、やっていきましょう。続いて、いちご？何か、うごめいている。ちっちゃい、芋虫たちがいるぞ。これを、吸い上げていくという。はい。寄生していますよ、体に。いや、確かに、芋虫がいる状態で、いちごは食べたくないからね。しっかり取ってあげよう。よし！ふと思うんだけど、僕は一体何をしてんだ？果物を直しているね。さあ、まだまだやっていきましょう。こいつは何者なんだ？取ってみましょうかね。大丈夫。もう少しだから。ほら、出たよ。ちょっと泣きそうなんだけど、こいつ。さあ、え？切り裂くの？じゃあ、やっていきます。はい。うわぁ！いますよ、お腹の中に。たくさん。すべて吸い上げましょう。はい。いいね、いいね。はい。これですっきりしましたんじゃないでしょうかね。さあ、最後に締めて。よいしょ。完成です。治りました。こいつ食ったらどうなるんだろうね。部屋とかもカスタマイズしていこうかな。おお、そういうのが変わるんだね。よし、これは？おうほう、テーブルが現れた。よし、手術を始めようか。あ、これは広告見ないといけないって感じだね。さあ、じゃあ、お腹を開けますよ。ほー、お、何かいますよ。何これ？種か？めちゃめちゃ泣いてんだけど、大丈夫。今から取り上げますからね。さあ、あ、取れましたよ。見て。生まれましたよ。種が。はい、じゃあここに置くよ。ああ、よかった。まだか。最後にじゃあ塞いで。よし。そして、お、何これ、絆創膏貼るの？貼る必要あるのか。よっしょー。いやー、手術ってこんな感じなんだね。これはミスできないぞ。よし、ここはもう飛ばしていこう。さあ、トマトの手術を始めましょう。なにこれ？え、潰す感じ？いくよ。ほー、ほい、何か出た！そして？え？中に何かいますよ！うじゃうじゃいた！さあ、切り裂く前に進ますからね。よいしょ！何これ？芋虫、まとっていきましょうか。え？トマトの中にトマトがいるんだけど。どういうことなんだ、これ。よし、取り上げましょうか。さあ、生まれましたよ。これ、トマトの赤ちゃんってことかな。はい。素敵な我が子ですね。じゃあ、腹を締めて、オペ終了。ナスの手術を始めよう。さあ、まずは切り裂いて。さて、あ、
ナスの赤ちゃんが現れました。さあ、あれ、あ、なんかへその緒みたいなのがついてる。これをじゃあ切っていきましょうかね。さて、切り裂いて、おお、赤ちゃんが飛び出た。よし、それから塞いで、オッケー。いやー、かなりぶっ飛んだゲームだな。さあ次は9位かな。え、まずはケオカルのか。ケオカル必要あるのか、9位に。さあ、綺麗にしていきましょうか。よいしょー。ほい、オッケー。それから切り裂いて、中身は何が現れるのかな。あ、キウイの種。種に顔がついてないぞ。え、なんで？いや、これが普通なんだ。これが普通なんだよな。普通は顔ついてないよね。うん。ちょっとこのゲームやってて麻痺してんな。よし。最後にじゃあ、塞いで、よいしょ。オッケー。さあ、静か完了しましたね。もう怪我はしないでね。次は、枝豆かな。え、まずはこれ。汚れ、なんか泥みたいなのがついてるんだね。これを、優しく拭いていく。そして、おお、今回、すごい切り裂くね。よいしょ、お、顔が現れた。豆の顔が現れた。団子さん兄弟のようにね。さあ、解いたよ。ほら、これか我が子だ。1個。そして、2個。かわいいな。3個ともかわいいね。よし。そして、おお、塞ぐ。塞ぐのか。しっかり糸も縫い込んでね。よし。終了しました。さあ、次は、お、注射使えるのかな。さて、あ、レモンさん、汚れてますね。何これ。白い何かがついてんだけど。あ、これはなんだ、注射で直す感じ？いくよ。我慢してね。はーい。あ、よく我慢できましたね。いやー、手術も楽しいなー。さあ、次は、こいつは何者なんだ？まずは、バリカンで買っていきましょうか。よし、ツルツルにね。さあ、大丈夫。また毛は生えてくるからね。それから注射をぶっ刺して、よく我慢できましたね。そこを切り裂く。よいしょ。あれ？なにこれ、心臓が割れてますよ。新しい心臓に変えるのか。よし、大丈夫。生きてるよね。今心臓ない状態だけど、生きてるよね。新しいハートを取り付けましょう。よし、最後に。脱ぎ込んで。ああ、元気がいい。手術終わったと元気がいいね。さあ、続いて、パプリカかな。また、なんか突き刺さってるよ、虫が。ほら、取ってあげた。よし、それから、切り裂いていきますよ。あはは我慢しててね。よいしょ。それから、芋虫を吸い込んで、さあ、赤ちゃん取ります、出しますからね。いきますよ、ほら。見て、かわいい赤ちゃん。そっくりだな、もう。よいしょ。最後に、糸を縫い込んで、手術完了。手術。ちょっと言いづらいね。シュシュになっちゃうんだけどね、たまに。さあ、それから、ここ切り裂いて、お、こっちも切り裂くの？うわ、かなり規制されてますよ。さあ、おお。よし、吸い込んで。最後に縫い込んで。手術完了。よし、言えたかな。さあ、人参さんだね。人参さん、まずは、綺麗にしていって。そうね。おお。それから、切り裂くよ、我慢してね。ほら、似た、人参さんと似たような子が出てきましたよ。生命とは素晴らしいな。生命なのか、こいつらは。さあ、それから、縫い込んで、
あ、絆創膏も最後に貼ると。オッケー。さて、毛深いですね。毛、剃っていきましょう。よいしょ。それから、注射我慢しててね。ぶっ刺しますよ。ほい。オッケー。早い。さ、それから、あ、見ていきますね。さて、あ、中にたくさんいますよ。切り裂きますからね。いやは表情豊かだな。それから吸い込んでいって。よし、すっきりしたよね、これで。さ、縫い込んで、オッケー。さ、続いて、カブさんかな。やっていきますよ。さあ、切り裂いて、あ、さあ、取っていきますよ。ほい。すごい泣いてるね。でも大丈夫。ね。赤ちゃん取ったから。よし、閉めて。最後に絆創膏貼って。赤ちゃん育てられるかな、こいつ。手ついてるから大丈夫だよね。さあ、ちょっとカスタマイズでもしていきましょうかね、適当に。まあ、このゲームやってみた感じね。面白いね。まあ、なんだろう。将来、お医者さんになりたい人はね、ぜひ、やってみてください。まずは、フルーツから手術を始めましょう。バイバイ。